お店の中にゲーム入ります。入ります、はい。あ、じゃあ早速ちょっといただきますね。ローストハラミ振ってくださいました。
ちゃってください。あ、いいですか。どうぞ、はい、じゃあちょっと。どうぞ。じゃあ、もうですね。はい。めちゃめちゃ柔らかいのと肉汁がジュワーっときますね。うわー、美味しそう。脂身と弾力がちょうどいい感じです、ね、あの皮の分のパリッという感じがすごいいいです、うんうん、油ですかね。牛脂。牛脂か。いやでもこれも食べるのかな。これも食べるの。そういう食べる部位。食べるの。
少しですね離れた厨房の一番奥このカーテンを引いたところで、ああ。切るものと、はい、手で切るものがあるんですね。そうですね、あの塩炭とかでしたらあの一定の薄さでしないといけないんで、あの社長とか昔手で切ってましたけども、あの今は機械がありますので、あのそれはあの機械でさせていただいてます。はい、その他は、その他はほぼ手切りです。あ、はい、あのみんなでやっぱり社長の守ってきたあのこのお店をあの家族の方々とお客さんとでみんなで盛り上げていけたらなと思っております。はい、ということでね、塩炭以外はほぼ手切りということで、ではその厚みだとかを整えたりするのやっぱ難しいところもあるんじゃないですか、これ。あ、もうこれはもう慣れだと思います。ああ、慣れ、はい。1センチぐらいね、厚みがまたこの口に入った時にいい具合で、ね、そうですね、とろけていくというか食べやすかったです ね噛みやすいというか、ね、はいはい、食べやすい風になっていますね。はい、和食ですね。和食の教えていただいて、このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンお願いします。悪いと思ってもグッドボタンお願いします。つまり全部グッドボタンでお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。アレスケラジオもよろしくお願いします。